い、こんにちは。ピンマイクを買った漁師浜湯です。ピンマイクを買ったからもう風の中の撮影も怖いものはありません。っていうかね、僕の一番好きな小豆島の景色見てください。どうですか、美しいでしょう。太田君も初めて見た？俺も初めて見た。島すんどんのよで最近ですね、磯をガサガサする動画が流行ってまして、まあ流行りに乗るわけじゃないんですけど、今日は磯をね、こういろいろなんかおらんかなって探して、でそれ全部鍋に詰め込んで、それを塩ラーメン、海水ラーメンにしようかなと思っております。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。よし、じゃあ早速ね、磯のあるところに移動していきたいと思います。でこれ僕の車のキーね、これなんですけど折れてる。じゃあ早速ね、磯がさがさするとこに行くんですが、今日ね小潮なんで正面とあんま引いてないかもしれないんですけど、まあ、それはちょっとねやってみてのお楽しみということで行きます。太田くんは磯がさがさしたことある？したことないな。てか具体的に何がおんのダメとか。ああ、ダメとかか、うん、まあ、それら全部ぶち込んだらええ出汁が出るかなと思って。ほんまに I don't know ちょっと塩が全然引いてないね。濁っとるし引いてないし。よし、はい、じゃあ到着しました。いや風もこっちだし、どうだろう。とりあえずやってみましょう。よし、じゃあ早速ガサガサしたいと思います。ガサガサ探検隊、ガサガサ探検隊今の若い子供知らんのじゃん、あるある探検隊とか。いやまあ俺ら世代やけんな、アラサーホイホイやあ、もうアラサーか。もうアラサーやのになんでこんなことしてんのやろいいんだよ、男の大人は、え、大人の、え、男はいつだで立っても子供だ。うわ、よう見っとるわ。これガサガサするもんねえんじゃねえか。そんな引いとらんな、マジで。全然引いてない、腰弱やからな。うん、これちょっと石返してみましょうか、うん、で返します。よっこい、小一。うわわわ、なんかおる？いや、なんもおらん。めっちゃおらんよ。船虫ぐらいか、うん、戻します。よいしょ。いや、ガサガサしに来たのにガサガサするもんがない。するとこがないんだ。これどうだろう。よいしょ。いや、これダメだな。こっちに何かあればいいけどな。あ、めっちゃ払いたくなってきた。ガサガサしに来てブリブリせないかんかもしれない。まあとりあえずあり合わせというか、取るやつを適当に、取れるやつを取ってみて、ほんでラーメン作っていきたいと思います。で、なんかこう岩牡蠣みたいなようわからん牡蠣生えてるんで、このようわからん牡蠣をまずね頑張って取りたいと思います。これようわからんけど、なんやろ、こんな道具で取ろうと思うんが間違いや。ビッともせん。見て、めちゃくちゃこれが曲がった。めっちゃ硬い。ちょっと石で砕きましょうか。おいしちゃった、動いた。おお、剥がれた。美味しそうな、割とでかい、しっかりした身が出てきた。あと腹壊さんかだけが心配。何が気なのこれ。なんかよくわからんけどゲット。でこちらの収穫バケツに収納。よし、次。じゃあ次、ここに岩牡蠣みたいなのがいっぱいついて、あ、岩牡蠣じゃ、フジツボか。フジツボついてるんで、フジツボ剥がしていきます。あ、取れた、ほらほらほら、すごいすごい、ほらほら、すごい、ほらほら、持ち悪よし、じゃあ全部頑張って剥がしていきます。まあ全部もいらんけど、適当に出汁が出るぐらい身の良さそうなやつ。ほら、こうやって中にね、なんか身が入っとるんですよ。土とか生きとんかな、これ干からびて見えるけど。よし、じゃあ他の出汁を取りに行こう。やっぱガサガサといえばね、こういう水たまりの石をね返すとこが面白い。じゃあ返してみます。うん、何もいない。あ、ちっちゃなウニさん、めっちゃちっちゃなウニさんがいるね。これは放流です。で戻しておきます。こういうね、貝の死骸とかは結構あるんですけど、貝自体はいないですね。よし、じゃあ移動。まあ適当に返していきます。おお、この間の無人島の美味しい海藻があればいいけどな。あれ美味しかった。よし、まあとりあえずダメを探してダメを取ろう。ダメよ、ダメダメ。それも大概久々に聞いたなお、水たまり発見しました。太田くん、こちら多いな。小さい。でこれなんていう貝か忘れたけど、まあなんかこういう系の貝の赤ちゃんですね、これ。まあこれはちっちゃいんで放っておきましょう。いや、めちゃくちゃ船虫の子供がたくさんいますね。かわいいな。かわいいか。
俺は船虫と共に育ってきたから少々はなもんな感じんねん。ゴキブリは嫌やけどな。こういう海藻食えそうやな。この海藻どう？だいたい湯がいたら食えるよ。適当に取ってみようか。うん、一つゲット。謎の海藻。あ、見る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 貝。見る貝ちゃう。見る、まあ見るにこと足りる。よし、ちょっと何も取れずに橋まで来ちゃいましたね。あ、おっと、お、亀の手発見。うわ、マサルさんと食べた懐かしの味。はい、じゃあ亀の手取っていきます。こいつがね、実はね、カレーに入れるといい出汁が出るんですよ。これ根元から取りたいんだけど、よう、ひっついてる。よいしょよいしょ。こいつも根元から、よし、オッケー。はい、なんやかんやいろいろ溜まってきた。美味しそう。まだもうちょい欲しいな。もうちょい欲しいから最後にダメを取ろう。ダメどこで俺見つけたって言ったっけな。ダメって欲しい時おらんよな。そうなんよ。嫌ん時欲しくない時無限におるのに。ここらの外したら、うん、適当にダメちゃんおるかもしれん。おお、おることにはおる。ちっこい、ちっちゃいな。ダメかわからんような。よいしょ、どうかな。あたたた、お、バフウニがおった。これバフウニっていう、なんかウニの仲間ですね。ウニですね。ダメが少ないな。もうちょいダメが欲しい。いないな。なんかちょっと寂しいな、ダメがおらんかったら。ダメな、いっぱいおると思ってたからね。ここらのちっこいダメを取るのはダメだよね。小さいからね。あ、あ、これこの辺そうじゃん。え、あ、これちょっと小マシなダメだね。そこに転がっていたやつ。これでもうダメは取れたということにしよう。あ、ここらおるで、ちょっと、あ、この辺よ、おるわ。ダメダメ、変わらずちっちゃいけど。 OK、 じゃあラーメン作ろっか。うん、お腹すいたな。する前カレー食べたって言ったじゃん。動画用やろうが。なに、お腹すいたがもう動画用なんや。じゃあ早速ラーメン作ろうと思ったら、お、なんやこれ、誰がこんな面白い少年心くすぐる遊びしとんや。おしゃれやな。めちゃくちゃこれはいいね。あの、撮ってみて、上からこうやって多分潮が満ってきたんをせき止める遊びをしようってなと思う。でも絶対通るよね、水。めっちゃ空間空いてるもん、一してし。ロマンだね。うわ、なんかめっちゃちっちゃい木がある。これもうこれだけで木みたい。ほらほら、可愛くない？巨人になった気持ち。いやわーで、なんやかんやこれだけの量が取れました。で、可愛いヤドカリさんもね、います。この子は逃がしてあげましょう。よし、じゃあ調理開始だ。じゃあまず貝を洗います。ジャーッと入れて、でもうガチャガチャっと。よし、こんだけ洗えば下茹でせんでもいいでしょう。で、ちょっとね、鍋と前水のいい塩梅を取りたいと思います。じゃあまず鍋の中に水を200-300入れて、で、次海水を入れます。これでね、あの、塩加減を見る。ちょっと塩辛い気もするけど、後で水足せばいいのでこれで OK。 あ、醤油忘れた。まあええか、純海水ラーメンということで。塩ラーメンやね。せやね。塩はもともと海水から作っとるから一緒ですよ、皆さん。じゃあこの中にまず富士壺で、次ダメ、そして亀の手で、こちら謎の海藻で、太田君今気づいたんだけど、なんか謎の牡蠣がなくなってる。どこ行ったんだろう。洗った時にどっかやったんじゃん。いや、洗う前からなんかなくなかった。そうやん、洗った時にどっかやしたんかな。まあそうちゃうか。はい、じゃあなんかちょっと牡蠣が紛失しちゃったんで、もう一個牡蠣取ります。この石についてる謎の牡蠣食えるんかちょっと分からんけど、パパッと。おー、結構いいよ。めっちゃ熱いけど、腹壊したらいかんから1個にしときます。謎の牡蠣ゲットで、謎の牡蠣も投入。はい、これで全部の材料が入りました。煮込んで出汁を取っていきます。はい、じゃあこの平らのとこで火にかけましょう。はい、それじゃあいつもの窓コンロを準備して、で、これ風よけ作って、
でこれ装着でつける。ほんじゃ火にかけていきます、これでしばらく待ちましょう。いやいい出汁出るといいね。同じするんやろうな。わからん、アイドンの未知の味やもんな。海藻が緑になってきたね。ほんまや、なんか緑になったらちょっと美味しそうやねなんかめちゃめちゃアク出てきたなこれ。まあアクも旨味やね。あ、けどめっちゃ海っぽい匂いする。ん？ああ確かにするかもしれない、うん、はい、じゃあ10分ぐらい煮出しました、どうなったのか見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じでね、かなり出汁と、アクが出ております。アクはもうすくうものもないのでフル蒸しです。でここにちょっと追い水加えます。で今回はこちら買いました、塩ラーメンです。まあ、中のね、粉は入れませんけど、ここから麺を入れたいと思います。うわ、麺って普通にかじっても美味しいからね。うん、これね、ほんまにベビースターの薄味の味がする。じゃあ入れたいと思います。それじゃあ豆乳、乳とごまで、これで、しばらくぐじゅぐじゅしましょう。でネギも凍ってきたんで、ネギももう入れておきます。いや、なんかネギ入れたらすっげえうまそうな感じになってきた。全然うまそうやな。全然うまそう。最初やべえんじゃねえかな。富士壺はこんな人登場とかするけど、まあ菌はね、みんなこの熱で死んでるんで大丈夫です。多分富士壺はさ、どうやって食うの？後から割るかほじくって食うか。まあでも、あの亀の手と多分味は一緒よ。要は、はい、じゃあそろそろ完成しました。お、匂いはいいね。果たしてどんな味か。で最後に来年発売予定の僕の海苔、まあ、これを適当に入れて、はい、こちら浜湯特製磯ガサガサラーメンの完成。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。いや、めちゃくちゃうまそうですね。まあ無難にまず麺からいってみましょう。はい、じゃあいただきます。普通にうまい、ただめちゃくちゃ薄いって感じですね。じゃあちょっと出汁いただきます。あ、すごい海の味がします。ただまずいかって言ったら別にまずくないです。まあうちの海苔がうまいから、なんか海苔の風味が出てるって感じで、貝の出汁はそれめちゃくちゃ出てない。じゃあ次この謎の海藻、これは美味しくないね。ちょっと食べ物じゃない。で次亀の手、うん、あんま味がしないな。出汁で抜けたんかな。うん、ラーメンは普通にいける。富士壺食べてみよう。はい、じゃあ富士壺終わります。よし、で取り出したるは富士壺ですね。じゃあ初富士壺。うん、あ、亀の手より美味しい。ちょっとジャリジャリするけど味はすごくいいね。サザエじゃないけど、なんか貝の旨味が強い。でさすがにやっぱ味薄いんで、こちらの液をちょっと半分ぐらい入れます。んで混ぜて、で匂いもめちゃくちゃ良くなった。いただきます。めっちゃうまい普通にやっぱ入れた方がうまいね。うん、あ、謎の牡蠣食ってなかった。こちら牡蠣いただきます。あ、牡蠣うめえ。めっちゃ牡蠣の味がする。何牡蠣なんやろうね。まあ岩に石についてるから石牡蠣じゃね。うーん、牡蠣ほんまうめえわ。じゃあカメラマンの太田くんにも食べてもらいましょう。怖っ、普通に美味しいな普通にその塩ラーメンの味がする。その塩ラーメン、これ何、札幌一番。うん、貝っぽい出汁は出とるな。ああ出とる。うん、やっぱり。ちょっとね、いただきます。忘れたかもしれないんでいただきます。それで残りはゆるりと食べれるとこをちょっと食べていきたいと思います。主に麺とかね。それでは、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、まずは皆様本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。いっそガサガサして、それで塩ラーメン、海水ラーメンを作るといった、動画でございます。まあ、皆さんなかなか都会の人とかはねする機会ないと思うんですけど、ぜひ田舎来た時とかね、磯ガサガサしてみて、まあ、今回僕ラーメンで食べたんですけど、普通に湯がいて爪地とかでほじくってね食べると、まあ、結構酒のあてとかにもいいので、なんか自然を体験するという意味で、いかがでしょうか。まあ、こんな感じで、それでは See you next time! バイバイ。
帰りましょう。帰ろう。